マルサンアイ株式会社は愛知県岡崎市に貴重寺荒らした一番地に本社を奥味噌と豆乳を製造販売する食品メーカー。もともとは味噌メーカーだったが1980年代には豆乳飲料を発売して落語家桂文鎮を CM に起用しお豆のお乳体に栄養というフレーズとともに会社の知名度を全国に広げた。現在でも 豆乳飲料では大手にして、名古屋証券取引所第二部単独上場名柄である。経営理念は健康で明るい生活へのお手伝い。創業時の岡崎醸造株式会社から商品ブランド名である丸山を社名に入れ、岡崎丸山株式会社として再スタートしたのが1964年のこと。当時、中部地方で、 赤味噌と白味噌を合わせたミックス味噌がヒット商品となったことが商品ブランドと社名を一致させる良いきっかけとなった。その後、事業の全国展開が第一次投入ブームにより実現し、社内募集で土地名の岡崎を取り、丸山愛株式会社とした。また、丸山愛株式会社の愛には愛知県の愛、お客様と商品を愛する愛、 インターナショナルの愛と、岡崎の名はなくなったものの、地元に込める思い、国内外での事業展開などの意味を込めている。本社及び本社工場、物流センター、関東工場、北海道営業所、東北支店、北関東支店、東京支店、北陸営業所、静岡支店、名古屋支店、大阪支店、広島支店、 岡山支店、九州支店など、ありがとうございます。